ドゥースブルフ包囲戦、ドゥースブルフ包囲戦は、フッツラン戦争中、1672年7月16日から7月21日まで行われた、フランス王国によるドゥースブルフの包囲。フランスは6月より、ヘルダーラント州のロビト経由で、ネーデルラント連邦共和国に侵攻しており、7月16日には、ドゥースブルフの包囲を開始、ドゥースブルフは、 わずか5日後の7月21日に降伏した。1672年6月、フランスはケルン選帝工領とミュンスター大司教領を味方につけた後、オランダに侵攻した。1672年6月12日にトルハウスの戦いが行われたがフランスは力押しで勝利。続いて、軍を2手に分けてトゥレンヌ主策はアーネムと内命兵を包囲。 ケルンとミュンスター軍は、ドレンテ州とフロー人間州に進軍して、ブレデフォールと包囲戦とクホルデン包囲戦に勝利した。ルイ14世は7月4日から9日まで、ヒルリュックハイとアイエンシティンに泊まった後、9日から15日までエメリヒアムライン、16日にはウレンパス城に移動した。ルースブルフも守備の強化に努め、堀を掘ったり、農民を借り出して、 城壁を築いた。ドゥースブルフ守備軍の指揮官は、ヨハン・ファン・インヘン・ヌーランドだった。7月16日から17日、フランス軍はドゥースブルフに接近して、軍営を設置、同志に即時降伏勧告を送った。降伏勧告は開封すらされずに突き返された。7月18日、フランス軍がドゥースブルフに接近しすぎて、市側が大砲を設置して反撃することに成功した。 7月19日、フランス軍は再び最後通帳を送ったがまたしても、突き返された。大教会が、フランス軍の砲撃を受けて大損し、住民の多くがカストハウスケルクに退避した。7月21日、守備軍は攻撃を二度試みたが、いずれも大砲の支援が足りずに失敗した。同日夜、当局と市民とで意見の相違はあったが、最終的には、 フランス軍への降伏が決定された。降伏の後、ドゥースブルフは約8000フローリンの賠償を支払った。フランス軍は1674年にドゥースブルフから引き上げ、1678年の内命編の和訳で正式にオランダに返還した。ありがとうございます。